ネフローゼ症候群は高度のタンパク尿により低タンパク血症を起きたす腎臓疾患群の総称である。低タンパク血症、高度なタンパク尿、不死を主な症状とし、病理学的には子宮体基低膜の透化の更新を一時的常として認める。時に脂質異常症も合併する。ネフローゼ症候群は元来病理学的な概念であり、人炎イコール。 ネフライテスと異なり、炎症性の変化が見られないものの総称として提唱された。若年層に多く発症するが、30代の男女の発症例も多数報告されている。ネフローゼ症候群は、原発性子宮体疾患に起因する一次性、ネフローゼ症候群と続発性子宮体疾患による二次性、ネフローゼ症候群に分類される。上記の主症状以外にも、 強度の全身倦怠感、皮膚の蒼白化や無気力、食欲不振、腹水、胸水、血尿等を見る。タンパクを尿中に排泄してしまうろ過障害の原因は主に腎臓の糸球体にあり、この部位に何らかの原因で透過性が更新することによって本性を弱気すると考えられている。主にアルブミンなどの血中タンパクが排泄されるため、 血中タンパクが減少し、結晶硬質浸透圧が低下する。このため、全身に不虫を形成する傾向が現れる。また、尿中タンパクが増大するため、尿の浸透圧が増大し、尿細管における水の再吸収が抑制され、一過性に利尿傾向となる。なお、この異質タンパク分を肝臓が保管しようとするため、肝臓が アルブミンの合成を開始するが、同時に LDL のようなコレステロール運搬タンパクも合成してしまうため、本性のような腎臓疾患の罹患者では、高頻度に脂質異常症の状態を見ることがある。長期の利尿期間を経て、腎臓の病態が改善されず、高度に腎不全の状態を停止始める時期には、とぼし尿となる。ありがとうございます。